魔法の杖お話は少し後戻りをします。時間で言えば、偽明智探偵が高橋さんのお家へ訪ねてくるよりも前のことです。その頃、明智探偵事務所の地下室では、偽探偵のためにそこへ閉じ込められた小林少年と高橋さんの書生の広田とが、地下室を抜け出す相談をしていました。 真っ暗な地下室の床が丸くポッと光っています小林少年の懐中電灯をひろたが手に持って床に並んでいる探偵七つ道具を照らしているのです小林少年はその七つ道具の中から銀色に光った三十センチほどの長さの筒を取り上げて説明するのでしたこれは魔法の杖ですよ たった30センチの筒がたちまち3メートルに伸びるのですよ。へえ、本当かいひろたはびっくりしています。ほら、ごらんなさい。伸びるでしょ。手品師の持っている杖と同じ仕掛けです。銀の筒をさっと振ると倍の長さになり、もう一度振ると3倍の長さになり、4倍。 五倍、六倍と、いいくくらでも伸びていくのです。それは写真機を載せる三脚と同じ仕掛けで銀色の筒の中に少し細い第2の筒がありその中にまた少し細い第3の筒があるというように10本の筒が重なり合っていてそれを次々と引っ張り出せばおしまいには10倍の長さに伸びる仕掛けなのです。ねわ分かったでしょ この長い棒があれば、地下室を抜け出すことなんかわけもありませんよ。小林少年は立ち上がって、その銀色の長い棒を天井の落とし蓋の方へ伸ばしました。懐中電灯で天井を照らしてください。ひろたが言われた通り天井を照らします。その丸い光の中に落とし穴の蓋を止めている金具が見えます。 小林くんは背伸びをして長い棒の先でその金具を横から叩くようにしてとうとう外してしまいましたするとバタンと音がして落とし穴の蓋が下に下がりそこに四角な口が開きました小林くんは七つ道具の中の絹糸の縄橋を手早くほぐして鍵になった金具のついている一方の端を天井の四角な穴に投げ上げうまくそこへ引っ掛けました 金具は何かに引っかかったら決して外れないようにできているのです縄梯子ごといってもはしごの形をしているわけではありません丈夫な黒い絹糸を何十本もい合わせて40センチぐらいの間隔で大きな結び玉がいくつもついているわけなのです僕らをここに落とした悪者はもう出かけたに決まっています上には誰もいません 僕が先に登りますから広田さんもすぐあとから来てください小林くんは慣れたものでまるで猿のように細い縄橋をスルスルと登っていきました広田は小林くんのようにうまくは登れませんがそれでもやっと上の部屋にたどり着きました「あいつはどこへ出かけたんだろう?」「決まってますよ明智先生になりすまして」 高橋さんんのの家へ乗り込んだのです。そしてなんとかうまくごまかしてケンジ君を連れ出すつもりですさあ行きましょうぐずぐずしているとケンジ君がどんな目に遭うかもしれませんよ小林君はそう言いながらもう表の方へ駆け出していました黒い小人。 それから小林少年がケンジ君を助けるためにどんな計画をしたかそれはしばらくお預けにしておいてお話を元に戻しケンジ君が偽明智のためにさらわれた自動車の中の出来事になります運転台に人間と同じぐらいの巨大なカブトムシが座っているのを見てケンジ君は麻酔薬で眠っているお父さんの膝へ顔を隠してしまいましたが すると、隣に腰掛けていた偽明智がケンジ君の肩をトントンと叩いて、何を怖がっているんだ、よく見てごらん、ほら、ね、何にもいやしないじゃないか。と笑いながら言うのでした。ケンジ君はその声に思わず顔を上げて、こわごわ運転台の方を見ましたが、これはどうしたことでしょう。 そこには元の運転手がちゃんと座っているではありませんか。恐ろしいカブトムシはかき消すように見えなくなってしまったのです。ではケンジ君はさっき幻を見たのでしょうか。いや、幻ではありません。確かにカブトムシでした。背中に骸骨模様のある恐ろしいカブトムシでした。カブトムシはまたしても魔法を使ったのです。 あいつは虫の国の不思議な魔法の力で思うままに姿を現したり消したりすることができるのかもしれませんその間にも自動車はずっと走り続けていたのですがその時両側が森のようになったひどく寂しい道に差し掛かりましたよしここで止めて。偽明智が運転手に命令しました。 自動車はブレーキの音を立てて急に止まりました。手を貸してくれ。この親父さんを、ちょっとこの親代の中へ寝かせておくんだ。朝になれば自然に目を覚ますだろうからね。怪人物はそんなことを言いながら運転手に手伝わせて、眠っているケンジ君のお父さんを車の外に出して、二人がかりでエッチらオっちら暗い森の中へ運んでいきました。 その間にケンジ君が逃げ出す心配はありません。運転台にはまだ一人助手が残っていたからです。そいつが怖い顔でケンジ君を睨みつけています。とても逃げられるものではありません。それにしても、ここは一体どこでしょうまだ東京を出離れたとは思われません。さっき、ニセアケチがおやと言ったのを見ると、 この森は何かの神社を取り囲んだ森なのでしょう。東京の町の中にもこういう神社の森はいくらもあるからです。ケンジ君のお父さんはその社殿の縁側にでも置き去りにされるのでしょう。そんなに寒い気候ではありませんから風邪をひくようなこともないでしょうが、でもケンジ君は心配でたまりません。その時です。 自動車の後ろの方で何らか妙なことが起こりました真っ暗なのではっきりはわかりませんが自動車の後ろの荷物を入れる場所の鉄板の蓋がそーっと開いたようですそしてその中から小さな黒い人の姿が現れました黒い小人ですその小人がまず自動車の後ろの車のところにうずくまって しばらく何かやっていたかと思うとスッと空気の漏れる音がしてタイヤがぺちゃんこになってしまいました小人は次にはもう一つの後ろの車それから前の両方の車とリスのようにちょこちょこと走り回ってたちまち4つの車のタイヤをみんなぺちゃんこにしてしまいましたあとで分かったのですがこの小人は。 よく切れる大ききなナイイフをタイヤの薄いところへ突き刺して、空気を抜いてしまったのです。空気が抜けるたびに自動車がぐんと沈むような感じになるものですから運転台にいた助手の男は「おや変だぞ」と言いながらドアを開けて車を調べるために降りてきました助手が右側へ回った隙に小人は左側の後部の窓に近づいて。 そのガラスをコツコツと叩きました中にいたケンジ少年がびっくりしてガラスの外を見ますとそこに一人の少年の顔が笑っていましたそして大丈夫だよ安心したまえというようにこっくりとおなずいてみせるのでしたこの少年こそ小林君でした彼は明智探偵事務所を飛び出すと高橋さんの家に駆けつけて その表に待っていた悪人の自動車の後ろの荷物入れに忍び込んでいたのですそして悪人どもがケンジ君のお父さんを神社の森へ運んでいる隙にタイヤを傷つけて自動車を動けなくしてしまったのですさすがに少年名探偵の小林君でした小林少年は窓の外からケンジ君に安心するように合図をしておいて そのまま一目散にどこかへ駆け出していきましたどこへ行ったのでしょうかそこへ森の中から偽明智と運転手とが帰ってきましたおい何をうろうろしているんだどうかしたのか助手の男が自動車の周りを何かブツブツ言いながら歩き回っているのを見て偽明智が声をかけました どうもわからないのですよ。タイヤが四つともパンクしちゃったんです。なんだって四つともパンクしたそんなバカなことがあるもんか。よく調べてみろ。夢でも見たんじゃないか。怒鳴りつけながらニセアケチは懐中電灯を出してタイヤを調べていましたが、いきなりびっくりしたように叫びました。タイヤにナイフを突き刺したんだ。おい、君。 その辺に誰か隠れているんじゃないか。タイヤをダメにして自動車を動けないようにした奴がいるんだ。<laughs> 君はそれを知らないでいたのか。叱られて助手は首をかしげながらのろまな声で答えました。そういえば、なんだか小人みたいな奴があっちへ走って行きました。暗くてよくわからなかったけれど。何 小人だって。それじゃあもしかすると。偽明智は悪人だけに頭もよく働くのです。彼は地下室に閉じ込めておいた小林少年のことをちらっと思い出していました。仕方がない。このまま運転するんだ。なに、車が壊れたって構やしない。ぐずぐずしていると大変なことになる。 ニセ明智は急いで後部に乗り込み、運転手にスタートするように命じました。だがすぐ潰れちまいますぜ。とても遠くまでは行けませんよ。構わん。ともかく出発するんだ。自動車はガタンガタンと変な音を立てながら動き出しました。しかし100メートルも進むか進まないうちに、ニセ探偵がまたしても恐ろしい声で怒鳴るのでした。 止めろ車を止めるんだ見ろ向こうの街角に変なやつがいるあれを何だと思うずっと向こうの街角のぼんやりした街灯の下に幾人かの人影が見えます先に立っているのは小さな子供でしたその後に制服の警官が一人二人三人 まだまだ大勢後に続いているように見えます遠くてよくは分かりませんが先に立っているのはどうも小林少年らしいのですいけない子供は放っておいて逃げるんだ後に引き返して森の中へそこから別の町へ通り抜けるんだいいか向こうのやつらに気づかれないようにしろ 偽明智が自動車を飛び出す後から運転手と助手も続いて、三人は風のように元来た道を走るのでした。しばらくすると、数人の警官隊が小林少年を先に立てて自動車のところへ駆けつけました。ケンジ君、大丈夫か小林少年が窓の中を覗きながら叫びました。 ケンジ少年は小林くんを見たことがありませんけれど、味方に違いないと思ったので、自動車の外に飛び出して後ろを指さしながら、逃げた三人ともあの森の中へ逃げたよと教えました。それから二人の少年は警官たちと一緒に神社の森にたどり着きましたが、いくら探しても悪人たちの姿はもうその辺には見当たりませんでした。しかし、ケンジくんのお父さんはすぐ発見され、 無事に助けることができましたこうして小林少年の知恵によってケンジ君は救われたのですお父さんも無事でした悪人たちは取り逃がしてもまず成功と言わなければなりませんやがて麻酔薬の眠りから覚めたお父さんは事の次第を聞いて小林少年の手柄を褒め称え 繰り返し繰り返しお礼を言うのでした。マルビルの幼虫しかし、鉄塔王国の怪人は一度失敗したぐらいで諦めてしまうようなやつではありません。失敗すればするほど執念深く食い下がってくる恐ろしい悪人です。 それから一週間ほど経ったある朝のことです東京駅の前の丸ビルの中にぎょっとするような事件が起こりました朝の6時を少し過ぎた頃でしたまだ会社員は一人も姿を見せません一階の通路の両側の商店も一軒も店を開いていません大きなビルディングの中は まるで死んだ町のようにがらんとしてて静まり返っていました。その人気のない1階の広い通路を一人の用務員さんらしい老人がほうきとバケツを持って2階への階段の下まで歩いてきましたそしてふと階段を見上げたかと思うと電気にでもかかったようにぴったり立ち止まったまま身動きもできなくなってしまいました 目は飛び出すほど大きくなり、口はポカンと開いて、まるで青ざめた老人形のような顔になってしまったのです。それも無理はありません。その階段の上には世にも恐ろしい化け物がうごめいていたからです。それは、人間ほどの大きさの一匹の真っ黒なカブトムシでした。 そいつが自動車のヘッドライトほどもある2つの目をランランと光らせ鋭い長い角を振り立ててゴソゴソと階段を這い降りてくるではありませんかこの幼虫はいかめしい頭体の割には恐ろしく不器用なやつですえっちらおっちらまるで酔っ払いのような格好でさも難儀らしく階段を下りてくるのですそうして23段はい下りたかと思うと ずるっと足を滑らせました。不器用なオオカブトムシはそこで踏みとどまる力もなくそのまま恐ろしい勢いで階段を滑り落ちたのです立ちすくんでいる用務員さんの目の前へさーっと落ちてきたのです用 <laughs> 務員さんは何とも言えない奇妙な叫び声を立ててその場に尻もちをついてしまいました。 大きなビルにはいないように見えてもどこかに人がいるものですこの叫び声を聞いて清掃員さんだとか泊まり込みの会社員などが二人三人五人とどこからか駆けつけてきましたそれらの人々も通路にもがいている異様な怪物を一目見るとやっぱり真っ青になってそこに立ちすくんでしまいました巨大なカブトムシは 階段から落ちた拍子に背中を下にして仰向きになったのです。小さなカブトムシでも一度仰向きにひっくり返るとなかなか起き直れないものです。ましてこんな大きな図体のやつですから急には起き上がれないと見えて醜い腹を丸出しにして長い足をもがもがやりながらひどく苦しがっているのです。しかしその苦しがる様子が実に恐ろしいのでした。 滑らかな背中とは違って、ぐじゃぐじゃした腹の方は何とも言えないいやらしい形です。それを見ているとゾーッとして歯ぎしりがしたくなるほどです。ところがその時、またしても実に不思議なことが起こったのです。幼虫の腹がスーッと縦に割れてきたのです。そしてその割れ目がだんだん広くなって、 その中から何か別の生き物が生い出してきたではありませんかそれはリンゴのようにツヤツヤした方の一人の少年でした。オオカブトムシの腹の中に人間の子供が入っていたのです。それが腹を破ってびっくりしている人々の前に姿を現したのです。